はねさん、こんにちは。あかねですよ。今日はですね、このフェネッカが新規買いを来たということで、この子の性能紹介というのをしていきたいなと思います。まず、この子をリーダーに置いておくと、スマッシュで返球時に SS ゲージがプラス 3% するんで、スマッシュよくつけらをね、仲間に入れておくのであれば、リーダーにしていただけたらなと思います。で、これいっぱい書いてるかなと思うんですけど、これはですね、自分か相手の得点状況で効果が追加ということで、どちらか一方が1点以上取れば移動速度プラス 5% で、スインゲリアがプラス 5%。で、2点以上取ればですね、移動速度プラス 10%、スインゲリアプラス10%で、3点以上であれば強化型オーバーチャージがさらに強化ということで、この子ね、特殊状態中であれば強化型オーバーチャージっていうね、山なりの軌道を描いて着弾したらバウンド目変化するっていうやつね、打つことができるんですけど、それがさらに強くなるという感じになっていて、失点であったりとか、相手が SS 打った時に20秒間相手にスペシャル封印付与することができるんで、クレーコートでいうと月見を対策しているんじゃないかなと思います。で、これで SS を打つとですね、スタミナが200回復して40秒間特殊状態になる高速飛燕ショットで、特殊状態中であれば全打球ジャスト、受けるダメージがマイナス 50% で、スマッシュで返球時に与えるダメージがプラス 50%。 これ黒の後継者と一緒っすね。で、空中ギミック無効がついているんで、 MVP フランとかエンマのギミックが効かないと。で、ボレーエリアでスピン打球可能なんで、結構えげつない球を打つことができて、なんかすごい壁を設置ということで、これ何かっていうと、自分の球は速くなって相手の球遅くなるっていうものなんですよ。なので、相手の SS もこれ遅くすることができるんで、レフコスも出しとけば、相手の SS 簡単に取って返すことができるっていう結構便利なものとなっております。で、この子は常時ですね、一部を除く打球がアウトしないという能力がついていたり、試合開始時から強化状態になることができるんですけども、これはですね、3秒ごとにスタミナ15を回復で、移動速度がプラス 10%、 あとノクバ無効もついてるんで、初手からテレシアに対しても割と戦いやすい性能となっておりますということで、今からこのフェネッカを使って戦っていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手の編成はアイラとフランとエンマということで、今一番強いキャラたちが揃ってるっていう感じになってるんやけども、全然わかんないって、性能がわからんってことかな。で、初手性能はそんな強くなかったんで、ちょっと初手は違うキャラでいきたいなと思うんやけど、もし相手テレシエが来るんであれば行ってもいいけどってレベルやね。別に体力継続回復とかあったとってね、別に強くないんで、攻撃性能には何もないし、 SS 回転にも別にいいわけではないので、初手は違うキャラで行った方がいいかなと思います。で、この子で SS を打つとなんかすごい壁を出すことができるんやけど、もう一人のさ、新しい方のフェネッカいるじゃないですか。あの子はですね、なんかすごい壁ツインズ出すことができるんですよ。なんで、この子の壁はどんなもんか。え、どこどこどこ、え、すご、嘘やろ、それ全面ってこと、え、何それ、どういうこと、何、これロム打ったらみたいな、全然 SS とかあれじゃん、早いままや、どういうことどういうこと、それはどうやったら加工してくれんの、どういうこと、弾も通過せえへんし、わからんわからん。でもなんか全面は覆ってくれそう、ハイジャンプスマッシュとなんか緑の王みたいな、ああいうスマッシュ系やったらなんか防ちょっと遅くできるよっていう性能なのかな。え、なんか思ってたんとちゃう。これなんかすごい壁ツインズはマジでなんかもう不可能なぐらいね。ああ、強い、それ強い。SS の軌道変わるんや。え、今の SS やんな、いつの間に、あ、3点取ったから違うな。え、これこんなん書いてたっけ、ちょっとわからん。あれ、この子独自状態解除聞いちゃうよな、フェネッカ多分。いや、これスルーしなあかんな。で、3点取ったから、結構弾が速いと。いいね、弾速いのはいいんやけど、いいか。 SS まだ 25% しか溜まってないけど、解除されに行くか。あの陣が消えるかもちょっと気になるしな、多分消えるけど。いやー、決まっちゃった、ガチで謎壁やわこれ。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。アイデアネット2064で、幻想コルネエンマテレシアということで、強いキャラがてんこ盛りっていう感じですね。相手のサーブ、あ、俺のサーブか。え、初手どうしようかな。相手がテレシアで、あ、テレシアで来そう来そう来そう、よし、このまま行こうか。で、なんか壁めっちゃ高いところにあったじゃないですか。なので基本的に SS 遅くならないんで、レフコスはいらないなと思って、今回ちょっとギガスループス持たせてみました。この子スマッシュの時ダメージ与えれるんと、特殊状態中やったらね、ジャスト確定になるんで、それでもダメージ結構入りやすいわけじゃないですか。なので、それで攻めていこうと作戦ではあるんやけど、やっぱ6番の子ついてたとて、テレシアに対して強いわけではないので、やっぱちょっとあんま初手は強くないかな。いや、これどうしようか、取らん方が良かったかな。まだ溜まってないからいいか。てか、これギガス持たしてるからか、めちゃめちゃ SS 回転率悪いな、全然溜まれへんわ。これ来る人まだか、次 SS 出る。でも相手から来る。この子はね、有機属性副属性に持ってるんで、ツルツルは効かないんで、そこは問題ないと。さあ、どうなるかやな、こっから。どっちかが3点取ればね、めちゃめちゃ球速くなってたじゃないですか。あれやったら結構ね、相手嫌だとは思うんですけど、よいしょ。そんな決まれへんな。まだね、まだ
1点しか取ってないから。よいしょ。この時ってあれやんな。わあ、でもスニギリアがちょっとギガス持たしとったらだいぶ狭いな。何の話してたっけ。あ、忘れた。あ、そうそう、1点しか取ってなかったら移動速度とスニギリアが広がるだけやから。やっぱギガスは良くないから、ギガスってスニギリア狭くなるし、SS 増加量がね、マイナス 30% とかなっちゃうんですよ、5打球した後。だから、ちょっと微妙かもしんないけど、ゴリゴリ削れるならありやけど、テレシアはね、びっくりするぐらい回復するから、ちょっと削りきるのは結構厳しいかなと思います。で、まあこの壁は、まあ先ほどから見ていただいたら分かる通り、まあ飛燕とか多分まっすぐもそうなんですけど、全然遅くならないんですよ。カーブショットも遅くならないんで、まあ、多分言ってたからさっき緑の王とかの、ああいう軌道の SS とか、フェネカのこの球ね、これは速くなるんで、まあ主に加速要因かなって感じやね、今のところね。だからこれからなんか上空を飛ぶようなね、えげつない SS が飛んできた時とかに、まあ、結構活躍するのかもしれない。で、今これ3点取ってるから結構球速い感じになってんで、いや、これで普通に取りにくいと思うよ。よいしょ。ほら見てこの速度、テレシアの永遠王妃と同じ速度やで、これ多分ほとんど。え、これ普通に強いと思うけど、ちょっとギガスはやめよう。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。相手のレートは2000でフェネッカがいるんでね、フェネッカで来てくれたら嬉しいんですけど、今回はちょっとエンマを使っていきたいなと思います。まあ、テレシアもスンゲリア広かったりするから耐えれるとは思うけど、さらにスンゲリアが広いエンマならさらに戦いやすいんじゃないかなということで、まあそういうこと行こうとは思うんやけど、まあ初手は普通にテレシアとかでいきます。はい。で、まあ今回僕もですね、相手もそうなんですけども、ヘリオブライトも出してきました。まあ加速するわけじゃないですか。そっからさらにヘリオでも加速することができたら結構得点力生んでいけるとは思うんで。あぶね、これSS 打ちかけてスマッシュで決まれへんなと思ったら決まったね。それでくんの、俺エンマでちょっとフェネッカで来てほしいんですけど、来てくれないか。まあとりあえずツルツルにするとかそういうことかな。まあその子打ってもね、普通に SS は早いから、ね、よいしょ。これでドカンと。はい。さあ、こっから相手は、まあ、これ操作反転食らうんでね、きっと違うキャラで来たいでしょう。はい、来ました。ありがとうございます。さあ、どっちが強いかやね。まあ、これもうすぐで俺3点取るんで、あ、分からへんけどね。でも、あと1点で3点取ることになるんで、まあ、速度はめっちゃ速くなってくると。だからそこを体感していきたいなと思うんやけど。よいしょ。いや、これ一回オラクルでバコーンやっとく。わ。え、おい、瞬間移動何それ。あ、クリスマスメイのリーダースキルか。あ。これは、下手くそ。いやー、でもエンマってね、フォアで打った時はダイレクト無効なんですよ。なので、こういう感じで返せる。えっぐこれちょっとやばいなと思うんやけど。まあ、フォアやったら、まあ、ノーバンで返せるんやけど、バックやった場合は、スピンでは返せないので、そこはちょっとね、難点かなと思う。てか、早いの車が。よいしょ。いや、でもスライスでずっと待機しとったらいい説ない。いや、エンマチートキャラだよな、こんな。ほら、見て、めっちゃ早いけどさ。エリアが、あ、ちょっと今のはごめん、俺が悪かったんやけど、こっからちょっと失点しないの、ちょっと、もうちょいだけ集中したいなと思います。いや、これ多分な、エンマに当たられん。早っ！ちょっと待って、話が違うかもしれない。めっちゃ早いだよ、あれ。絶対ミスんねんけど、いつか。相手がもし超耐えれる人やったらさ、今のエッグ、エッグ、ちょ待って、永遠王妃がさ、ちょ、これさ、山なり軌道やからさ、そのなんて、直線で来んのと山なり軌道やったらさ、なんか山なりの方が速く感じひん。そのなんいっぱい動いてる分、その、弾がさ、めっちゃ速く来るじゃん。ちょっと待って。これやばいな。あ、でもそんな SS を速く感じひんな。普通の弾の方がえげってなんだ。え、嘘やろオラクル打ったって。いや、まあ、これ嫌や。俺これ、レートめっちゃ落ちるやつやわ。これ多分。だってさっき3点取ってもさ、こうなるわけでしょ。うわ、待って、負けた。これは多分、取れるようだったらいいやろうけど、俺はちょっと苦手っすね。今回のティナもそうなんですけど、あ、黄色球とか、なんか異常ないぐらい速い球とか、なんか入れ忘れ系の球苦手なんで、これは、強そうっすね。まあ、僕はちょっと持っているんで、まあ、ぜひとも編成に組み込んで試合やっていきたいなと思うんですけど、今の段階では結構強いし、相手に来たら嫌なキャラだなと思いました。ということで、ぜひ皆さんのね、意見とかも聞かせてください。また皆さんお会いしましょう。バイバイ。